ちは、ミランダ母ちゃんです。秋冬物のお洋服ってね、やっぱりこうチクチクしたりとか窮屈だったりするのすごい嫌ですよね。今回は超絶素材と着心地の良さにこだわったスタイル04秋物新作第2弾をご紹介したいと思います。それでは行ってみます。とりあえずこれ見てください。こちらのニットね、なんとなんとカシミヤ 100% なんですよ。ウールにカシミヤ紺ならまあまああると思うんだけどね。今時カシミヤ 100% って超贅沢だと思いませんか？もうね、むちゃくちゃ柔らかくって、あったかくってふわふわなんですよね。イタリアのさ、超高級ブランドのね、カシミヤ 100% だと、今ね、お値段だいたい12、3万ぐらいするのね。母ちゃんのブランドのスタイル04ではニットがとっても得意な会社さんに作っていただいてるんですね。なのでこちらね、お値段なんと税込みで3万9000円なんです。もうね、はっきり言って来年はこのお値段ではできないと思う。このニットね、素材はカシミヤ 100% のすっごい贅沢な素材なんだけど、デザインはね、決してね、こう守りのベーシックではないんですよ。身幅とか肩幅とか着丈とかね、全てね、すごくゆったり作られてって、中でこう体が泳ぐ感じ、すっごく女性らしいシルエットになります。細かいとこなんだけど、この袖のリブとかね、それから裾のリブはちょっと長めなんですよね。だから全体にちょっと大きくゆったりとした作りなんだけど、こういうところをキュッと締めてるからメリハリがついて、すっごくスタイルよく見えるんです。よくさ、スタイルよく見せるには3首出せとか言うじゃない。結局女性の細い部分をいかに強調できるかっていうことなんですよ。このニットは手首とか出してるわけじゃないんだけれども、この女性が細い部分がキュッと締まってるわけだから、メリハリがついてスタイルよく見えるんですよね。ただこうメンズの大きいセーターを借りてますみたいなシルエットとは全然違います。これね、母ちゃんが持ってるユニクロのカシミヤニット、定番中の定番ですよね。同じキャメルのこのユニクロのニットなんですけど、これ L サイズでちょっと大きめなやつです。まあ別にね、悪くはないんですよ。ベーシックですごくいい商品だと思うんだけど、どこもかしこもほら、まっすぐですよね。形比較すると全然違うと思いませんか？あとね、このカシミヤ 100% ポロニットは V ゾーンもね、かなり深めになってるのね。こんな感じでね、ロングネックレスを長めにこうジャラッとつけても大人っぽいんじゃないかと思う。あとね、これポロニットの形をしてるんだけど、フロントにはあえてボタンを1個もつけてないんですよ。これね、母ちゃんのブランドのスタイル04のこだわりポイントなんだけど、ポロニットのここにボタンがついてると、ちょっとこうなんていうかな、トラッド寄りになっちゃうじゃない。だけど母ちゃんはこれをものすごく女らしく着てほしかったので、あえてここ一切ボタンをつけないで、大人女性のデコルテが綺麗に見えるようにこだわりました。あとね、この下にハイネックとかを重ねて、思い切ってね、こう襟を抜き襟にして着ても素敵だと思う。このうなじの下のラインね、女性ってすごい綺麗じゃない。ここが下品にならない程度に女性らしくて、すっごい綺麗に見えます。カラーはね、キャメルとライトグレーの2色になります。どっちもね、やっぱりこうニットの質感の良さね、これが一目でわかるカラーにしました。キャメルとグレーのもう最高に大人っぽい組み合わせでもいいし、このねアイスブルーがかったグレーもね、冬のねちょっと黒っぽいコーデを明るくしてくれると思います。カシミヤ 100% パラニットはフリーサイズになります。次にご紹介する新作はこちらのストレッチレーストップスです。総レースのねトップスなんですよ。レースってね、すごくこうフェミニンで、なんかこうお出かけ着的なイメージがあるかもしれないんだけど、母ちゃんはねこれ1枚で着るっていうよりも、いろんな服の上にこう気軽に重ねてきてほしいなって思って作りました。こちらは下にハイネックを合わせたコーディネートなんだけど、もしねこのレーストップスがなかったとしたら、タートル1枚だとちょっとなんかシンプルすぎて素っ気ない感じになっちゃうじゃない。まあなんかちょっとジュエリーとかかなり出さないとなって感じになると思うんだけど、こんな感じでね、レースの色味を重ねることでちょっとこう深みが出ると思いません？あとこちらのコーデはネイビーのボーダーティーの上にこのレーストップスを
重ねたコーディネートなんです。グッとカジュアルな感じになるよね。このねレースの下からネイビーと白のね色がこうチラチラ見えることでなんとなくねこう複雑な奥行き感が出るんですよね。ボーダーティーにレースってちょっとすごい意外な組み合わせかもしれないんだけれども、なんかボーダーティーってすごい着こなしがマンネリ化しちゃうじゃない。だからそういうねボーダーティーシャツの雰囲気をガラッと変える効果があります。このトップスねなんかレースなのにあんまり大げさになりすぎないのはね、この袖口とか裾をねあえてねもうビシッと直線にしちゃって T シャツとかスウェットみたいにあっさりした形にしてるからなんですよね。あとね首元はちょっと横に広めのボートネックにしたの。だから首がすごい綺麗に長く見えるし、あとねボーダーティーでもいいしシャツでもいいし、下にね着た服がこの襟元からチラッと覗くように計算してます。こんな感じでね上にジャケットを羽織ってこの V ゾーンからこのレーストップスがチラチラっと覗く着方も素敵なんじゃないかと思う。それとねこのレーストップスはねなんとビヨヨンビヨヨン、ほらストレッチ効いてるんですよ。だからねニットとかシャツとかねこういろんなものの上に重ねてっても動きやすくって楽なの。秋冬物ってねこう重ね着すればするほど着こなしにこう奥行きが出ておしゃれに見えるものだと思うのね。いつも着ているこうなんてことないベーシックアイテムの上にこのレーストップスをパッと1枚重ねると結構雰囲気変わります。これねあのタンクトップとか半袖 T シャツの上から重ねたら春先まで使えちゃうから超便利だよ。こちらのストレッチレーストップスはオフホワイトとピーチの2色展開フリーサイズです。次にご紹介するのはこちらです。ジップアップニットドレスです。こちらはねウォッシャブルウール 100% のニットドレスになります。かんちゃんねこれまで何度もこう秋冬のニットドレスって作ってるんですけどね、やっぱり1日着てても疲れないしさ、あったかいじゃない、だから大人女性の秋冬のおしゃれの定番だと思います。でね今回作ったこのニットドレスはねストンとしたねまっすぐなアイラインが特徴です。でなおかつこの襟元にねジップがついてるのよ。だから縦ラインが余計に強調されて背がスラーっと高く見えます。でこのすごく素材的には優しげなニットドレスの襟元だけねこうジップアップっていうちょっとこうピリッとしたデザインにすることでシャープで辛口な印象になってます。このニットドレスね身幅はすごいしっかり分量取ってるのね、だから結構ゆとりがあって振り返った時にヒップラインとかがムチムチって見えちゃうことが防げると思います。これねさっきのカシミヤ 100% ポロニットと同じなんだけど、この手首のリブが長くってキュッと締まって見えるんですよね。だからロングなんだけれどもメリハリが効いてさらにスタイルがよく見えます。あとねこの襟のこのリブの部分ね、ここはね2枚仕立てにしてるんです。だから寒かったらねこのジップを上までキュッと上げるとこの首元がしっかりあったかいからもうねマフラーいらない感じ。これねやっぱりワンピースだからコーディネートがめっちゃ簡単ですよね。これね1枚でストンとそのまま着て、であともう襟の開け閉めだけで変化をつけてもいいじゃない。あと下にパンツ履いたりとかこの中にねハイネックをレイヤードして着るのもおすすめだと思います。あとこういう着丈の長いドレスってアウターはねトレンチコートとか着丈の長いコートでももちろんいいと思うし、案外ねこの上にショート丈トップスを着てもバランスいいと思いますよ。カラーはこの赤みの強いダークブラウンとそれからダークブルーの2色になります。なんかねこう派手すぎはしないんだけどでも地味すぎない、1枚サッと着てこう様になる感じのカラーリングにしました。こちらサイズはフリーサイズです。今日はミランダカージオリジナルブランドスタイル04の秋冬新作第2弾をご紹介しました。今日ご紹介したアイテムはお客様の注文を受けてから制作する受注販売です。販売期間は2023年9月1日金曜日の12時から9月8日金曜日の23時59分の1週間限定になります。オンラインでずっと売ってる商品ではありませんのでご注意くださいね。ただし販売期間の途中であっても限定数を超えてご注文いただいた場合にはその時点で受注を終了することもありますのでどうぞよろしくお願いします。そしてお届け予定なんですけど、カシミヤ 100% ポロニット
とジップアップニットドレスは11月上旬から中旬になります。そしてストレッチレーストップスは10月中旬から下旬になります。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこのチャンネルがお気に召していただきましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてチャンネル画面のベルマークを押していただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、そちらも合わせてお願いします。最後に今日の母ちゃんのコーデ紹介です。今日トップスに着ているこちらはスタイル04で9月下旬から発売のスリットスリーブニットです。そしてパンツ、スタイル04で8月に販売してすっごい好評いただきました袴ワイドパンツです。そしてブーツはマルジェラです。それじゃあまたね。